まあ、将来性ありの投資についてですね、まあ、海外投資についてやっぱ興味ある方から将来性があるものにどうせなら投資したいということで、まあ、ただそれでもですね、この方もそうなんですけども、少額からやりたいということなんですよね。10万円から30万円から50万円からできるもの、あと、まあ、ちょっと高額になってくるとやっぱ100万円単位から、投資されたいという、まあ、これ中小企業の社長さんなんですけども、ありますね。でやっぱり将来性がある海外投資というとですね、もちろん証券で言えばですね、アメリカ、まあ、米国インデックス投資ですね、 SP500 とか全世界株式だと思うんですけども、やっぱりですね、もうちょっとまあ、20年とかそういうのではなくて短期ですね、数年という単位で、ご希望があったので、僕はまあクローズの情報としてですね、本当に身内しかできないような投資を公式 LINE とかメルマガの方で本当に一部の投資家さんに限定して